な、美味しかった。貴様、うわ、なんだかふわふわの味だったよ。じゃあ私遊んでくるね。いや、いったたたたたた、うわ、びっくりした。ったく、なんだ俺かよ。あっぷねえな、気をつけろよ。はあ、ごめんね。ほえー、私不死身くんになっちゃった。ダイト、来てくれたんだ。違う、ダイトじゃない。お前誰？おお、さすが姫ちゃん。姫ちゃん、私未来だよ。ほらほら。嘘、どうして？ねえねえ姫ちゃん、男の子の体って硬いよね。それになんか邪魔なものがあって歩きにくいし。知らない、そんなこと。それよりなんでこんなことに？タイトはどこ？ほらほら、姫ちゃんも触ってみなよ。ちょっとやめて。そんな、タイトじゃないけどタイトの体に触る、ドキドキって。ダメダメ、そんなのダメ。でも今ならタイトに触り放題。そんなダメだよ、私って。はだって、でも、そんな、タイト姫ちゃん。って、あれ、これって、あれ、今度は姫ちゃんになっちゃった。そっか、私っていろんな人になれるんだ、面白い。私がタイトに？じゃあじゃあじゃあ、私、今なら思いっきりタイトの体を触れるんだよね。だって自分の体だし。いやー、どうしよう。くんくん、くんくん。タイトの匂いでいっぱい。あー、し、あ、わ、せ。あいつ、おい、こら！くんくん、こら、何やってんだ！お、未来。ちげえよ、俺は未来の格好してるけど、未来はお前で、お前の体は俺の体で。あー、もう、とにかく未来、俺の体で変なことすんな。俺の体って、じゃあもしかしてあなた未来じゃなくてタイトなの？だからさっきからそう言って。お前、中身未来じゃないの？私ヒメアだよ。あー、タイト。一体これどうなってんだよ。まいったな、ヒメアにもどうにもできないの？魔術を使えればともかく、タイトの体じゃね。はぁ、あ、当分の間はこの体のままかよ。タイト！何ヒメア。タイト、女の子の体になっちゃったからって裸を見たらダメなんだからね。死ねえよそんなこと。どうしても見たいなら私が見せてあげるから。バカ、何言ってんだ姫は。何って、私、あの、そうだ、もしかしたら、あのさ姫は、体が入れ替わった時って未来とぶつからなかったか？うん、やっぱり。じゃあもしかしたらもう一度ぶつかれば元に戻れるかもよ。うまくいくかな。それにうまくいって未来の体に入っちゃうよりは、私はタイトの体のままの方が、って、いやー。よし、ダメそうだね。ほら、姫屋も立って立って。やるの？本当に？私しばらくこのままでいいよ。バカ言ってないで。せーの。いった。ダメみたいだよ。くそ、どうすりゃいいんだ。ねえタイト、ひょっとしたら私たちがドキドキしてないとダメなのかも。ドキドキ？うん、だってさっきは私タイトの体に興奮して、じゃなくて、とにかくドキドキしてないと入れ替わらないんじゃないかな。だけどどうしたら。キスしたらどうかな。キス？ねえタイト、試してみよう。行くよ。なんだよこれ。自分と
キスするのか、俺。ザコが俺にぶつかってくるとはいい度胸だ。なんで俺は俺の目の前にいる。あ、やったー、私月光になっちゃった。何、未来か。やった、キャッホー。おい、ハルカ、姫や。私の体、姫やの中に未来がいるんだな。うん、よし、こら未来、私の体を返しなさい。ダイト、サイト、どうしよう、私サイトさんになっちゃった。サイト、姫や、未来じゃないの。姫やは私よ。いや、そっちじゃなくて。わからないの、タイト、私ハルカよ。キスを、そう、うまくいけば元に戻れるかもって。わかった、だったら試してみよう。だってキスで戻れるかもって言うんならやってみるしかないでしょ。まあそうだけど。私がタイトとキスすればいいのよね。いや、ヒメアは俺の体に入ってるんだからおかしいだろそれ。ややこしいわね。とにかくやってみるしかない。ねえ、タイト。何？私今サイトさんだけど、これってやっぱりタイトとキスしたことになるのかな？だから今さらそういうこと言うなって。だってこれ私のファーストキスだし。タイト、ハルカ、ずるい。私もタイトとキスしたい。私自分の体とキスするんだから、なんか損した気分だよ。損得じゃねえだろ今は。ああ、いいから二人ともちゃっちゃとやっちゃえよ。わかってるわよ。はい。ダメみたい。何も変わらないよ。おや、お早いお帰りで。未来ちゃんは見つかった？ううん、見つかんないよ。ん？開け！できた！ヤッホー！ヤッホーって言った？ええ。大量大量！未来、動くな。貴様、未来だな。おうぞ、待て。待ちなさい。待て、逃がさねえぞ。開け。